サミュエル・ゴンパーズ・サミュエル・ゴンパーズは、アメリカ合衆国の労働運動指導者。アメリカ労働総同盟の設立に尽力した。1850年、ロンドンのイーストエンドで、ユダヤ人家庭に生まれた。1863年に、アメリカへ渡り、家業である浜企業に従事した。1870年代より、浜気候組合の指導者となり、1886年の、 アメリカ労働総同盟で述べられた、労働は商品ではないという基本原則に引き継がれ、現代労働法における派遣労働や非正規、雇用労働者に対する差別待遇違法化のよりどころとなった。1924年に死去。1894年、高野ふ太郎はかねてから教えを坊ていた当時、アメリカ労働総同盟の会長であったゴンパースト、愛。 アメリカ労働総同盟の日本オルグに任命された。日本帰国後も、高野は、ゴンパーズから激励の手紙などを受け取りやがて、片山センラと労働組合規制会を発足させた。UI 会の鈴木文治は1915年に、渡米して、アメリカ労働総同盟の大会に出席し、ゴンパーズらから刺激を受けたと言われる。パリ講和会議では、ゴンパーズは、 労働法制委員会の議長となったが、この時の日本の代表は官僚ばかりで、労働運動家は一人も参加しておらず、日本の労働運動の遅れが際立った。国際労働機関設置の契機ともなったこの会議では、最低賃金制、8時間労働制なども決められたが、日本だけは委員会に働きかけ例外とされた。共産主義、無政府主義を否定し、 労使協調の下での労働者の地位向上を図った。彼にとっての労働組合は、労働運動の急進化を抑えるためのものであり、革命に向かうような急進的政治運動は否定した。ゴンパーズの保守的な思想に反対していた、急進派の労働運動家が1905年、戦闘的組合である世界産業労働組合を結成した。ありがとうございます。